CF レウス・デポルティウは、スペイン・カタルーニャ州タラゴナ県レウスに、本拠地を置いていた、サッカークラブ。4700人収容のエスタディム・ニシパルダ・レウスを、ホームスタジアムとしている。2020年に解散した。2015-16シーズンの選手レウススポーツクラブが、解散した後の1909年11月23日、CD レウスとして設立された。 1917年9月29日、CD レウス、クルブベロシペディスタ、SC、オリンピアの3クラブが合併し、総合スポーツクラブのレウスデポルティウとなった。1951年には総合スポーツクラブが2つの組織に分割され、CF レウスデポルティウがサッカー部門のみを、レウスデポルティウがローラーホッケーなど、サッカー以外のスポーツを包括することとなった。 1977年には、エスタディム・ニシパルダレウスが会場した。2011年からは、セグンダ・ディビシオン B に所属していた。2014から15シーズンのセグンダ・ディビシオン B では、グループ3位となり、クラブ史上初めて昇格プレイオフに出場したが、2回戦で、ラシン・フェロルに敗れた。2015から16シーズンのコパデルレイでは1回戦から3回戦まで、 勝利したが、4回戦でアトレティコ・マドリードに敗れた。同シーズンのセグンダ・ディビシオン B では、グループ優勝して昇格プレイオフに出場し、ラシン・サンタンデールに勝利して、クラブ史上初めてセグンダ・ディビシオンへの昇格を決めた。2019年1月18日、スペインプロリーグ機構によって大会に出場する、権利を剥奪された。10日後の1月28日、 3年間の大会からの追放と選手への給料未払いの罰則として25万ユーロの罰金を命じられた。2019から20シーズンは西軍ダディビション B に参加する予定だったが、2019年7月にはスペインプロリーグ機構によって再び大会に出場する権利を剥奪され、テルセラディビションに降格した。2020年10月20日、 裁判所から解散を命じられた。ありがとうございます。